はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はこちらですね。うん。エプソンモベディオ BT200AV です。はい、こちら、エプソンのモベディオ、知ってますか、うん、じゃないよね。あのね、メガネ型のビューアーなんだよね。このメガネのこのゴーグル、バイザーの部分に映像が映し出されるやつなんだよ。うん、すごいよね。あのね、これ気になったので、あのね、今回お借りすることができました、うん、ちょっとね、試させていただきたいと思います。内容物はまずこちらですね。これがキャリングケース、この中にですね、入っておりますモベディオがね。ちょっと開けると、はい、これこちらがモベディオで、これがコントローラーになります。ちょっと取り出してみようか。これがコントローラーだね、うん、一見アンドロイドのスマートフォンみたいな感じなんですけども、ここは画面ではないですね。ここがですね、あのパネルになっております、うん、操作できるパネルになってるんでね、うん、はい、そしてこちらがヘッドセットですね。かっこいいね、うん、これでここに映像が映し出されるんだね、うん、ちょっとにわかに信じがたいけど、そうなのかな。そしてこちらが充電するための AC アダプター、それと USB ケーブル、それとヘッドホンマイクと、あとこちらのシェードダークっていうのが入ってましたね、うん、あのサングラスっぽいね、これはね、うん、そうだね。このヘッドセットの前についてるシェードノーマル、これをですね、下に引き出して撮るでしょ、うん、で、さっきのシェードダーク、これに接続すれば OK ですね、うん、これでよりですね、無効化、メガネの無効化がですね、暗くなるので映像が見やすくなるということですね、うんうん、それとですね、こちらのワイヤレスミラーリングアダプター、これも付属しておりました。こちらですね、 HDMI の端子を挿すことができるので、テレビとかですね、あのハードディスクレコーダーからここに、ね、映像を送信して、でここからワイヤレスにこちらへ飛ばすというものです、うん、つまりハードディスクレコーダーの中の映像が楽しめるんだね、うんうん、だからこれ HDMI だからさ、もしかしたらゲームとかもいけるかもしれないね、うんうん、ではですね、早速このモベディオを使ってみましょうか、うん、まずはこちらのですね、コントローラーの方に動画を入れる必要がありますね、うん、私 Mac 使ってるので、 Mac から動画を入れるにはですね、 Android ファイルトランスファーというですね、ソフトを使ってこちらに入れますね、うん、USB ケーブルを使って動画ファイルとか写真ファイルを入れることができます。もしくはですね、マイクロ USB、 それをですね、こちらに差し込むことで動画ファイルとかを見ることができるね、うん、それで今ですね、早速ここにファイルを入れてみましたので、うん、ちょっと使ってみようか、うん、まずはこのヘッドセットから出ているですね、端子、これをですね、コントローラーに差し込みますね。よし、 OK。 そしたらこのコントローラーの中間部分、ここ、うん、ここにですね、イヤホンジャック挿すとこがあるので、うん、ここにヘッドセットを差し込みます、うん、はい、これで OK です、うん、変身タイプモベリオこのスライドスイッチ、これをオンにします。電源をついたかな、明かりついた、うん、あ、ついたね、ついた。お、そしたらですね、ここのモベリオにエプソンっていうですね、画面が出てきました。おお、これぐらいかな。これね、見る人によってあれなんだって、画面の大きさがね、変わるんだってさ、捉え方が違うんだって。パパは結構遠くに見えるから、なんだろうね、映画館で見てる感じかな。あ、やっぱりね、これ黒いシェードの方がいいのかもしれない、うん、そうするとね、奥が見えない。エイタの顔今見えないもん、うん、あ、アンドロイドの画面が出てきましたね、うん、そしたらですね、先ほど入れた映像をちょっと見てみようか。ギャラリーで、ここから見えるの、エイちゃん、うん、見えるんだ、うん、おお、すごい、ね、大画面で見えておりますよ、こっちは小さいんだけど、ちょっとエイちゃんもやってみる、うん、このモベディオはここにイヤフックってのがあって、これをですね、もうちょっと縮めることによってお子さんでも見ることができますね、うん、それでスタートボタンを押してみてください。どうですか、見えますか。面白い、面白い、うん、どれぐらいの距離で見える、A ちゃんは。うーん、なんか結構近くっぽい。あ、近く、 A ちゃん近くに見えんだ、うん、テレビ見てるぐらいの大きさ。うん、そうか、そうか。黒いシェルだとよく見えるでしょ。うん、面白い、面白い。あ、よかった、よかった。ちなみにこちらですね、Android 端末なので、うん、設定で Wi-Fi を選ぶとですね、なんとインターネットに接続することができます、うん、それで例えば YouTube とかね、見ることができるんだよね。だからすごい便利。はい、どうでしたか。面白かった。面白いよね、うん、これ結構未来の製品だよね、うん、ここに画面が出てくるっていうのはさ、なんか未来先取りな感じだな、うん、おお、やっぱすごいね、うん、こういう未来でやっぱ出るよね、うん、
どういう風に見えるかね、ちょっと分かりにくいかなと思いますんで、ちょっとね、今から見せる映像、だいたいこんな感じだと思いますんで、ちょっとご覧ください。うん。こんな感じ。周りがちょっと薄暗くて、真ん中に映像が出てる感じだね。うん、で、ここに、動画とか写真とかが表示されるので、ここで再生されますね。うん、こんな感じです。はい。はい、ということで今回は、エプソンモベリオ BT200AV でした。